本日はお忙しい中、オンラインセミナー、NTT コミュニケーションズとジェネシスジェネシスクラウド c CX 最新機能と生成 AI、音声認識ソリューションにご参加いただき、誠にありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます、NTT コミュニケーションズ、村田樹里と申します。それでは、ただいまよりオンラインセミナーを開演いたします。本セミナーのご挨拶を NTT コミュニケーションズ、田村優さんより、 ご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。改めまして、皆さんこんにちは。私、ジェネシスクラウドのサービス担当をしております田村と申します。改めまして、本日よろしくお願いいたします。本日は1時間という時間ではあるんですけれども、表題にもあります。ntt コミュニケーションズかけるジェネシスクラウドの魅力と、あとは最新情報に関してという点で最大限お伝えできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 では、まず冒頭で私の方から少しご案内を差し上げたいと思います。本日の私のパートでは3つのポイントでお話しさせていただきます。1つ目は、なぜ NTT コミュニケーションズが Genesis 社とタッグを組んだのか。そして2つ目は、Genesis ウドかける× n t t コミュニケーションズの優位性と強み。3つ目は、最新のアップデート機能に関して少しだけ触れさせていただきます。 それではまず一つ目のなぜ NTT コミュニケーションズがジェネス社とタッグを組んだのかという点についてお話しさせていただきますまず従来のコンタクトセンターの課題として何点か挙げておりますが近年はそれに加え新たな課題も見受けられるようになってまいりました電話での対応を主に行うコールセンターからさまざまなツールを活用して対応を行うコンタクトセンターというものが今日主流になってまいりまして 顧客接点の増加による様々な対応ですとか、あとは設定の複雑化が課題として上がってくるようになってきております。また AI の進歩や目まぐるしく変化する時代の流れに対応して、これまでに想像もできなかったような新しいサービスやソリューションが日々生まれております。そのため時代に合わせたサービスの選定と非常に多岐にわたるサービスの管理が 今日、非常に大きな課題と考えられております。そこで、これらの課題を解決できるサービスは何があるかっていうところで検討を重ねた結果、Genesis Cloud とタッグを組むことで、それらの負が最大限解決できるのではという結論に達し、昨年の12月より NTT コミュニケーションズから Genesis Cloud のサービス、そちらの提供を開始させていただいております。 詳しい機能に関しましては、後ほどジェネス社の川原さんの方からお話いただけますので、ここではお話はしませんが、簡単に3点ほどお伝えしますと、ジェネスクラウドは1点目、通常のコールセンターの機能に加え、チャットボットやボイスボット等の各種機能が標準装備されております。もちろん、オムニチャネルも対応可能です。2点目として、 日々開発された新機能がリアルタイムで反映されていくサービスとなっております。新機能や最新版が出るたびに従来必要だった煩わしいアップグレードの作業等も一切不要です。3点目としてプラスアルファの機能も充実しております。テキスト化や感情分析等、さらにはオペレーター評価のサポートや自動化といったものまでが全て Genesis Cloud の機能でオールインワンで利用可能となっております。 それでは続きまして2点目の NTT コミュニケーションズの優位性と強みについてお話しします。まず NTT コミュニケーションズの優位性の一つ。昨年の12月より a r c s t a r IP Voice Connect のサービスをリリースしております。こちらのサービスは音声回線まで含め Genesis Cloud をフルクラウド化し、かつワンストップでご利用いただくためのサービスとなっております。特徴としまして、 従来のフリーダイヤル、ナビダイヤルの継続利用はもちろんのこと、050や 0ABJ 番号だけでもご提供が可能となっております。また、フルクラウド化による具体的なメリットとしましては、回線終端装置やアクセス回線など、お客様拠点になる物理的な機器をなくすことができます。そのため、従来のオンプレサービスと比較すると、機器の保守、 メンテナンスの稼働費用も発生しません。これによって回線の危機管理にかかる稼働であったり、コストといったところを大幅に圧縮することができます。さらに、非常に多くの特徴、機能を持つ Genesis Cloud を最大限にご活用していただくためのトレーニングや保守メニューを NTT コミュニケーションズで独自でご用意しております。これにより、センターシステムの構築、 運用といった部分を我々 NTT コミュニケーションズの方でワンストップで対応が可能になりました。また先ほどお伝えしたサービス自体は他の会社様でも取り扱いはできますがフリーダイヤルやナビダイヤル IP ボイスコネクトといったそれぞれのサービスに直の営業担当がおり保守に関してもサー,ビスとサービスごとの保守部隊が物理的に距離の近いところで密に連動しておりますので そういった部分でも柔軟な対応が可能となっております。ここが電話回線の会社である NTT コミュニケーションズの強みであり、ネットワークを含めて全て我々の会社として組織でやっているのは大きなメリットとして考えております。それでは続きまして、Genesis Cloud×NTT コミュニケーションズの強みについてお話しします。 まず1点目は、キャリアを継続したままフルクラウド化が可能という点です。音声キャリアを c むのままフルクラウド化することで、音声回線周りのケアや移行時の不安要素、稼働の削減、そういったところに貢献することが可能です。次に2点目として、クラウドサービスに長年関わってきた知見と経験を挙げております。 NTT コミュニケーションズはこれまで20年以上にわたってクラウドサービスにこだわりながらサービス提供してまいりました。こうしてお客様とお付き合いしていく中で、同時にお客様へ還元できるノウハウといったものも非常に豊富に蓄積してまいりました。このように長年クラウドコンタクトセンターにこだわってやってきた我々だからこそ、構築だったりですとか、あとはお客様のサポートだったりの知見、 それらはお役に立てるものがあると自負しております。そして NTT コミュニケーションズとして伝えたいことは、とにかく一度ご相談くださいということです。皆様の悩み、課題、あとは抱えているビジョン、ぜひお聞かせください。ジェネス社とタッグを組みながら、より良い回答をサポートできるように頑張っていきたいと考えております。それでは最後に、 先月リリースししたた新機機能能にに関てて一部機能を簡単にご紹介させていただきますエージェントアシストと記載しておりますがこちらの機能は大きく3つとなります1つ目はリアルタイムテキスト化です従来のテキスト化の機能は会話終了後にテキストが表示されておりましたがこちらは会話中にリアルタイムでのテキスト化を行う機能となっておりますまた そのテキスト化の内容を、内容のキーワードですね、キーワードを判断し、それに合わせて、適切な FAQ をリアルタイムで、かつ自動的に表示させてくれる機能が、2つ目の FAQ ナレッジ提示の機能となります。そして通、話通話終了後に、会話の要点をまとめてくれる、要約機能が3つ目の機能となります。そして、最後にお伝えしたいのは、 エージェントアシストがリリースしたのはもちろんですが、我々 NTT コミュニケーションズがこだわっていきたいのは EX です。オペレーターの成功体験、オペレーターの負荷をどう減らして、モチベーションをどうやって上げるか、こういったお手伝いをしていきたいと考えております。従来言われているカスタマーエクスペリエンスに加え、エンプロイエクスペリエンスの向上も図ることで、会社、現場のオペレーター、お客様、 すべてが良くなる。まさに三方よしを皆様と目指していければと思っております。はい、それでは私のパートは以上となりますので、これからは、えー、と Genesis Cloud のご紹介の前に、まずは音声認識ソリューション、コターボイスインサンテのご紹介を弊社の神田の方からさせていただければと思います。それでは神田さん、よろしくお願いいたします。 ということで、あの、早速始めていきたいと思います。あの、本サービスはですね、あの、クラウドセンターのシステム、CTI システムとは個別で、まあ、そのこうシステムをより高度化するような音声認識ソリューションの話になります。そして、弊社で提供しているのがですね、この言葉ボイスインサイトとなりますので、そちらの紹介となります。えー、今回紹介させていただくのはですね、えっ、ー、と、私、NTT コミュニケーションズで、えっ、ー、と、言葉ボイスインサイトのご紹介を、あの、販売推進を担当しているですね、神田が担当させていただきたいと思います。 本日は20分ぐらいですね。どうぞよろしくお願いします。まずはじめにですね、えっと、コンタクトセンターの現状課題というところで、コンタクトセンターにそもそも今どんな課題があるのかというところをちょっとご紹介させてください。まずコンタクトセンターの話に行く前にですね、現状の日本を取り巻く課題、ちょっと大きい視点でですね、そういったところから考えていきたいんですけども、 現在の日本を取り巻く課題っていうのはですね、本当に世の中いろいろあるかなと思うんですけれども、日本のですね、この情報通信白書っていうところで取り上げられている課題はですね、大きくこの3つとなっています。で特にですね、皆さんのう企業との関わりが深いのはですね、このまあ人口減少っていうところと、まあ、生産性向上っていうところかなと思いますので、まずはちょっとこちらについて、はい、こちらに絞ってちょっと紹介していきたいと思います。 まずはですね、日本企業の課題どういったところにあるのかってというころで、まず人手不足、まあ、人口減少なんですけど、こちらについて取り上げますと、今ですね、この生産年齢人口が減少しているって話は皆さんお聞きしているかなと思うんですけども、1995年ぐらいをこうピークにですね、年々年々生産年齢人口は減っております。 でそれに伴ってですね、まあ、右の図にもこう書いてあるんですけども、まあ、求人倍率っていうのはですね、非常にこう高,高止まりしておりまして、企業間の人材獲得競争は激化しているのかなというふうに、あの数字からは見ていますで。この傾向というのはですね、直近でまあ解決するこう気配っていうのはあまりないかなと思いますので、やはり人手不足に対してではですね、先手を打って対応していく必要があるのかなというふうに認識しております。 続いて生産性向上っていうところなんですけども、こちらをもう少しこうデータとかを見ながら話ししておくと、まずこう生産性というとですね、一人当たりの名目 GDP みたいなところが思い浮かぶかなと思うんですけども、こちらもですね、各国と比べてみると、日本っていうのはですね、なかなかこう、低い順位にありまして、先進国と比べると生産性は低いと言わざるを得ないかなというふうに思っております。 この生産性が低い理由っていうのはですね、いろいろ考えられるとは思うんですけども、一つはやっぱりこうデジタル活用っていうところかなと思いまして、デジタル競争力っていうところもですね、国ごとの順位がこう出ていたりするんですけども、それを見ると、日本はやっぱりかなり下の順位であるっていうところがわかりますので、こういったデジタル活用度の低さが、 少しこう生産性のこう低さというところに繋がっているのかなと思いますし、逆にこう生産性を上げていくにはですね、こういったデジタルをどんどん活用していくことっていうのが重要なのかなというふうに私は考えております。そんな中でですね、コンタクトセンターって今どんな課題があるのかっていうところで、あの、代表的な12個の課題をですね、少しこうインターネットから拾ってきました。ですけどもですね、こういった課題感じたことがある方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、この中でですね、 まあちょっとどれを上げるかってところによるんですけど、この12個のうちまあ8つぐらいがですね、人手不足とか生産性向上に関係するというふうに思われるかなと思いますので、やはりこうコンタクトセンターもですね、他の日本事業と同じようにですね、この人手不足とか生産性向上というのがまあ課題感の一つにやられるんじゃないかなというふうに思っております。 でコンタクトセンターの現状をですね、改めてちょっと数値で見返していきますと、皆さんもなんかこう、うんうんと頷けるところあるかなと思うんですけども、左側がこの市場規模の数値になってるんですけども、コンタクトセンターの市場っていうのは年々こう右肩上がりに上がっていっておりますし、特にこの業務委託プラス派遣っていうところですね、自社で賄か入いでれないので少しこうアウトソースします部分の規模っていうのは年々上がってい、特に上がっていますので、 あの、やっぱりこういった需要っていうのも高まってますし、まあ、人手不足とかそういったところの影響っていうのはこういったところにも出てるのかなと思ってます。右の方にもですね、オペレーターの今度離職率ってところも書いているんですけども、離職率もですね、世間一般だと大体こう13.4%の数値が出てるんですけども、オペレーターのところに限りますと30、30%以上も離職してるよっていう企業様が28.8%もいらっしゃいますので、 かなり他の業種よりも離職率は高かったりとかもしますので、人手不足っていうのは状態化しているのではないかなというのが、こういった数字から見てることができます。ということで、ある程度ですね、今でこうコンタクトセンターのこう課題感とか現状っていうのが見えてきたというところで、続いてですね、この音声認識サービスの,この重要性についてお話ししていきたいと思います。 先ほど挙げたこう人手不足とか生産性向上っていうですね、あのコンタクトセンターの課題の解決方法っていうのは、まあ、様々あるんですけども、そのうちの一つが音声認識サービスのものかなと、おります。え、音声認識サービスでできることはですね、あの、いろいろありまして、まあ、サービスによっても異なるんですけども、まあ、リアルタイムのテキストカーだったりとか、あとは通話の要約とか、マニュアルの表示とか、そういったことができます。 実際じゃあこれらがですね、どう人手不足とか生産性向上につながっていくのかっていうところをこれからご紹介していきたいんですけども、まずはですね、ちょっとこう、オペレーターのこう、業務をイメージするために少しこう前提として、オペレーターの応対時間って大体こんなものだよっていうところも簡単にあの紹介させてください。オペレーターのあの、業務の時間、まあメインはですね、やっぱりこう、通話をしてる時間。ここで書いてある平均通話時間っていうものなんですけども、 実はそれ以外にもですね、まあ、皆さんご認識の通りだと思うんですけども、通話が終わった後の後処理の時間、要するにこう、応対履歴を CRM システムに書きますとか、そういったところもですね、かなりのこう業務時間を占めておりまして、大体コールセンター全体の平均でいくと、合計で12.9分かかっているという状況になります。 なので、まあ、ボリューム的にもですね、まあ、通話してる時間と後処理の時間、大体同じぐらいっていうのが見て取れますので、まあ、このどっちにもですね、こうアプローチしていって、まあ、時間をこう削減していって、生産性を上げたりとか、人で不足を解消していくことが大事なんだなっていうところはイメージしていただけるといいかなと思います。 そんな中でですね、あの、音声認識サービスでできることってところの紹介なんですけども、まずは一つ目ですね、リアルタイムでのテキスト化、そして通話の要約というところになります。こちらは文字通りですね、オペレーターとお客様の会話内容をリアルタイムでテキスト化して、その内容を要約することができます。これによって何がいいのかといいますと、通話が終わった後ですね、応対履歴をこう CR システムに投入していくっていう作業があると思うんですけども、今までだとオペレーターさんはこう、 会話内容を思い出しながらこうまとめて書くっていうところでやっぱり時間がかかっていたんですけども、それがですね、こんな感じでテキスト化もすでにされますし、もう要約されて出てくることで、こんな感じのお題でしたっていうのをそのままもうコピペで CRM システムに登録することができたりもするので、大幅にそこの生産性が向上されるかなというふうに思います。また、まあ、同じお題数をですね、より少人数で対応できるっていうこともありますので、人手不足の解消にもつながるのではないかなと考えております。 はい。で、続いて、マニュアルの表示、重要事項の説明のチェックっていうところにいます。こちらはですね、お客様との会話に関連するマニュアルを、まあ、表示させることができます。やっぱり、例えばですね、なんかお客様から、週間の配送スケジュールってどうなってるんですかみたいな問い合わせが来たら、まあ、ここに書いてある通りですね、週間配送スケジュールのマニュアルがポンって表示されて、クリックすると、何営業日ですとかっていうふうに出るようなことができるよう,できるようになっています。 こうすることによってですね、あのもうマニュアルを探す時間っていうところがですね、大きく削減することができるので、生産性向上につながりますし、たですね、お客様の体調のオペレーターをこうやってシステム上で支援することができますので、これまでよりも早くですね、新人オペレーターをこう現場に投入するってこともできるかなと思いますので、そういった意味でこう人手不足の解消にも一役買うというふうに考えております。 続いて、スーパーバイザーへの支援依頼となります。えー、英会例のお客様へのですね、応対などですね、スーパーバイザーの支援が必要な場合はですね、チャットで支援依頼を出すことができます。これだと他にもあるよっていうふうに認識される方多いかもしれないんですけど、これまでだとですね、スーパーバイザーさんは、えっ、ー、と、オペレーターからのですね、支援依頼を受けたときに、じゃあ、どんな今まで応対をしたのかっていうところは、オペレーターからこう話を聞かないと理解できなくて、少しそこのサポートにも時間がかかっていたかなと思うんですけども、 この、あの、音声認識サービスを導入すると、これまでの会話内容がテキスト化されていますので、あこんな応対をしてここで怒られてるんだなっていうところが一目瞭然になったりするので、まあ、これまでよりもスムーズにフォローすることができますので、そういった意味で生産性を向上することができるかなと、ております。で、えっと、最後ですね、えっと、感情認識と応対分析になります。 こちらはですね、通話中のお客様の感情とかですね、あとはオペレーターの応対品質ですね、こちらを分析することができます。こちらはどちらかというとこう、オペレーターさんというよりもスーパーバイザーの方に着目してるんですけども、スーパーバイザーがですね、オペレーターの評価とかフィードバックを行う際ですね、これまでは通話をこう一つずつまあサンプリングとかしてですね、聞いてみて、あ、これは良くないな、これは良かったなというところをこうまとめてフィードバックしていました。なので少しこうフィードバックにも少し時間がかかっていたかなと思うんですけども、 この感情認識とか応対分析を使えばですね、そのオペレーターの全ての応対のですね、品質っていうのがパッと見で分かりますし、感情面ですね、最初は不満だったけど、こう、満足になりましたみたいな、そういったお客様の心情の変化とかも分かりますので、フィードバックが簡易にできるようになります。これまでよりもですね、そのサンプリングしたものじゃなくて、全数を用いたフィードバックとかができるようになりますので、評価とかフィードバックの品質が上がるのではないかなというふうに言っております。 ということでですね、今いろんなこう機能とかを紹介していったんですけども、大体、あの、音声認識サービスですね、このような機能を持ち合わせておりまして、それぞれこう生産性の向上であったりとか、人手不足、そういったところにアプローチすることができるようになります。そんな中でですね、コトハボイスインサイトの特徴というところで、こちらについてお話ししていきます。コとハボイスインサイトはですね、NTT コミュニケーションズが提供する コンタクトセンター用の音声認識サービスとなっております。コンタクトセンター用にチューニングされた音声認識エンジンを使っておりますので、特にですね、オペレーターさんの通話をですね、的確に要約したりとかテキスト化することができます。どんな画面イメージで、どんな UI になっているのかというところのご紹介なんですけども、もう先ほどあのご紹介した機能が全てフルフルで詰まってますというところなんですけども、リアルタイムでテキスト化する部分であるとか、 マニュアル表示、重要事項を説明したかのチェックは支援依頼のチャット、よ要約の文章ですね。こういったところが一つの画面にギュッと詰まってまして、オペレーターさんのお題をプルでサポートすることができます。 1> 1点通話要約についてですね、補足なんですけども、通話要約についてはですね、ちょうど7月末に新機能がリリースされたんですけども、生成 AI、Azure OpenAI を活用したですね、高度な要約機能をですね、提供しております。こちらですね、シンプルに要約することはもちろんできますし、主題とか、あとは今後の対応とか、項目ごとに分けて要約することとかも可能になっておりますので、 こういったところでですね、非常に高品質な要約もできるというのがですね、この通話要約の機能となっております。オペレーターさんの画面のこう2つ目っていうところがこちらになってるんですけども、こちらはですね、リアルタイムで使うっていうよりも、後々の振り返りってところでして、感情、お客様の感情がどうだったのかっていうところの分析と、 あと、ま、応対品質ですね。応対品質がどうだったのかっていうところを見ることができるので、自分の応対の振り返りに使うことができます。あと、スーパーバイザーさんの画面はこちらになっております。オペレーターさんのこうシートマップみたいなのを表示させて、気になるオペレーターさんがいれば、そのオペレーターのですね、あの通話内容っていうのを確認することができます。もしフィードバックしたい内容があればですね、それをこうプライベートメモにこうまとめていて、 り気になるオペレーターがいれば、チェックすることもできます。また、特にこう、お怒りのお客様をフォローしたい、速やかにフォローしたいっていう思いがあるスーパーバイザーさんはですね、注目ワードみたいなのを登録しておいて、まあ、お怒り系のワードが出てきたら、速やかに検知してフォローに入るみたいなこともできたりしますので、まあ、こういった機能を使ってですね、スーパーバイザーの業務をフォローしているというのが、ことは、ンサイトになります。 そんなことがボイスインサイトの主張なんですけども、こちらに記載の通りとなります。大きく分けて3つありまして、まず1つ目がですね、オンプレミス版のソリューションでの確かな実績というところです。防災とボイスマイニングというサービス聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけども、そちらをクラウド化することによってですね、イニシャルコストは低く、機能は同じで、リードタイムは短く提供することができています。 二つ目はですね、Genesis Cloud はですね、フルクラウドで提供可能というところで、この音声認識サービスってですね、大体多くのサービスはですね、音声収録サーバーっていう装置を設置する必要がありまして、こちらはですね、基本的にはオンプレミスでそのサーバーを設置する必要があります。ただですね、NTT コミュニケーションスケールで Genesis Cloud を提供している場合はですね、その Genesis Cloud のオプションとして、クラウドの音声収録サーバーを利用することができるようになりますので、 お客様側でこう一切資産を持たないですね、フルクラウドでの利用が可能となります。ちなみに参考図はこちらになってるんですけども、オンプレミスの場合はですね、このように音声収録サーバーを構築して、それでこうボイスインサイトを利用していきただくってとになるんですけども、ジェネシスクラウドを利用されている場合はですね、この音声収録サーバーというのがですね、ジェネシスクラウドのオプションとして利用することができますので、本当にこうフルクラウドで 利用できると,いうところが1つの強みになっていますで最後、強みの3つ目がですね、最新技術が詰まったサービスということで、NTT 研究所がですね、独自に開発したディープラーニングに基づく音声認識技術はですね、公共エリアの騒がしいような環境が、お客様の方でも騒がしい環境で電話する方がいらっしゃいますので、そういった環境でですね、音声認識を行う技術評価国際イベントで世界一位の制度を発生していたりとですね、 こういった認識制度についてはですね、かなり自信を持っております。こういった強みがありますので、非常にボイスインサイトはおすすめのソリューションとなっております。ということで、とことはボイスインサイト i g h のですね概要がわかりなるところで、これからですね、じゃあ導入した後に期待される効果についてもご紹介していきたいと思います。 でまず一つ目はですね、もう何回も話してるので飛ばしますけど、あの生産性向上とか人手不足を実現することができますというところになります。で効果の二つ目はですね、カスハラ対策にも有効ですという内容ですね。7月19日にですね、あの、厚労省がですね、企業はカスハラ対策に尽力すべきだっていうですね、あの方針が示されたんですけども、こちらはですね、まあ、注目ワードのこうハイライト機能とかを使ってですね、 カスハラに相当するワードをですね、スーパーバイザーの人がこうチェックして、でそれをもとにですね、オペレーターさんのフォローをするなどして、カスハラ対策にも使えるんじゃないかというのが、この効果の二つ目になります。え効果の三つ目はですね、コンプラ対策ですね。結構あの、コンプラでですね、結構戸籍を見合わせているような業界さんもあると思うんですけども、やっぱりコンプライアンス対策にはですね、制度づくりも大事だと思うんですけども、 不正を速やかに検知できる仕組みも重要かなと思っております。特に絶対説明する内容をですね、オペレーター自らチェックすることができたりとか、通話をテキスト化することで、怪しい通話があったらこう速やかに検索できたりとか、そういった観点で、このことはボイスインサイトは不正の対策に有効かなと思います。最後、効果の4つ目がですねあの、通話データのデータ活用というところですね。 お客様との応対履歴っていうのはですね、今後の事業改善に活用できるからの山かな、個人的には思っているんですけども、あの、音声データのままだとですね、やっぱりこう、音声データってデータ分析には使いづらいっていう部分があったりするので、こちらがデータ活用に踏み切れないって場合が多いんですけども、ことはボイスインサイトはですね、そのデータを分析しやすいテキストデータに変換してくれますと。さらにはお客様のご感情とか応対品質っていう、こう、プラスのデータも付加してくれますので、 例えばこのデータと CRM のデータを掛け合わせることで、新たなご事業改善と、高度化につながるようなデータ分析をすることができますっていうのが期待される効果の4つ目となります。なので導入するとですね、このような良い効果があるよというところはご認識いただけると嬉しいなと思います。ということで、えっと、最後にっていうところでですね、あとは最後に、あの、ラップアップというところで紹介させていただくと、最初の田村さんからの話にもあったんですけどね、 あ,あったんですけど、コンタクトセンターのですね、NTT コミュニケーションズというところで、NTT コミュニケーションズはですね、設立当初の1999年からですね、フリーダイヤル、ナビダイヤルの提供など、これまで一貫してですね、法人のお客様のコンタクトセンターの支援を続けてまいりました。長年のご支援の経験からですね、培ったコンタクトセンターに関するノウハウをですね、あの、様々な形でソリューションとして提供しております。あとも時間がないのでですね、本当にさらっといきますけど、 例えばこう、ボイスインサイトのデータをもっと活用したい場合は、というところで、データ分析プランというのをですね、弊社設けておりまして、ボイスインサイトでこう、溜まったお客様との通話データをどういうふうにこう、使っていけばいいのかというコンサルティングを行ったりとか、お客様自身でこう、分析を自動化できるようなフォローとかもさせていただいておりますので、こういったところのサポートもさせていただいておりますし、 あとはですね、ある程度こう定型化している音声オー大手の自動化を進めていきたい場合はですね、AY 電話っていうサービスも実は用意していたりします。こちらはですね、結構利用ケースは限られてしまうんですけども、ある程度ですね、シナリオ型でですね、例えばこれ電力会社様の事例なんですけど、送電手続きの開始にあたって、お客様の名前とか住所とかをこう聞き出す。 ようなフローとかがありましたら、それを自動で、あの、お客様の発話内容を認識して、CRM に登録することでですね、お客様応対の自動化みたいなところができるようになりまして、オペレーターさんの数とか、生産性を向上させるようなサービスとなっています。ちょっと時間がないので、他のサービス、このまま、このぐらいの紹介になってしまうんですけども、このような形でですね、いろんな形でですね、 あの、コンタクトセンターのご支援をさせていただいてますので、ぜひですね、興味がありましたらですね、NTT コミュニケーションズに一度相談させて、あの、いただければな、というふうに思っておりますで。ボイスインサイトに関してはですね、あの、私の方で担当させていただきますので、より詳細な説明が聞きたいとか、製品のデモが見たいという場合はですね、あの、こちらの連絡先に連絡いただければ、速やかに対応させていただきますので、何かありましたらご連絡の方をお待ちしております。 そうしましたら最後書き足になってしまったんですけども、これにてですね、私からの説明終了としたいと思います。ご清聴のほどありがとうございます。続きましてですね、ジェネシスクラウドサービス株式会社の川原さんからですね、ジェネシスクラウドのご紹介があると思いますので、そちらにバトンタッチしたいと思います。河原さん、そしたら続きお願いいたします。 はいあはいありがとうございますそれではですねえ私ジェネシスクラウドサービスのパートナーアライアンス営業本部のですね川原からですね今日のジェネシスクラウえっとパーソナライズした顧客体験を生み出すジェネシスクラウドということで AI 機能を中心にですねご紹介させていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいそれでは進めてまいります。 えーはい、まずですね、今日ご紹介するの内容に関してなんですけれども、一部ですね、やはり当社のロードマップとかですね、そういった機能も含ませていただいております。あくまで,です、ね、情報提供を目的としておりまして、えー、本,日本日紹介する機能をです、ね、提供を約束するものではありませんので、そちらはご了承いただければと思います。では早速なんですが、弊社のことをご紹介させていただきます。弊社ですね、Genesis クラウドサービスは、ご存じの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、米国発の企業でございます。 日本法人はですね、えーまあ、あの80名ほどでやっている形なんですけれども、グローバルではで、ね、7000社以上の顧客を持っていたりとかです、ね、従業員は6000人以上いたりとかですね、そういった形で世界100カ国以上でビジネスを展開させていただいている企業でございます。1990、ね、年代からです、ね、過去も30年以上にわたってです、ね、この CX の領域においてです、ね、一貫して提供サービスを提供させていただいております。 はいで、ジェネシスまず最初にですね。ジェネシスクラウドの特徴をご紹介させていただければと思います。まず1点目なんですけれども、クラウドネイティブであることでございます。国内の、ね。です 国内のですね AWS 上で無数のマイクロサービスが分散して稼働しているような状況でございます。一つ一つのマイクロサービスがですね、他に影響を与えることなくてですね常にアップデートされる仕組みになっておりまして毎,日毎週毎週、習字でアップデートされてさしていくというところで,ですね非常にこのあたり進化していくというところにおいてもですねこのコンタクトセンター業界の中でもですね非常に多くのお客様から期待感をいただいているようなところになります。 また2点目ですね、オールインワンであることでございます。電話だけでなく、メールやウェブチャット、ソーシャルメディアなど、ほぼすべてのチャンネルがですね、一つの製品内で一元化されているような状況でございます。 また1つのチャネルを見ても多くの機能を持っておりますし、例えば受電機能1つを見ても、コールバック予約、和中 SMS とかですねデータベースルーティングとか、営業時間外の留守番電話のようなですねボイスメモ機能など、説明しきれないほどたくさん細やかなですね機能が確保格納されているような状況でございます。そして、ね、今日ご紹介したいところの中心にあります3点目、なんといってもパワフルな AI でございます。 やはりあの先ほど岡田さんのところでもご説明があったように、やはりコンタクトセンター業界、人手不足というのがです、ねえー、非常に大きな課題としてございますが、あ先けては通れないのがこの AI の状況でございます。弊社が最も注力している、開発をしている分野でございますし、これからもです、ね、多くの機能が出てまいりますので、そのあたりもです、ね、期待感を持っていただけるのではないかと思います。そして4点目になりますが、信頼と実績でございます。 グローバルはもとよりですね国内でのマーケットシェアもですねおかげさまでナンバーワンの実績がございますユーザー会とかユーザーコミュニティを作ったりとかです、ね、利活用の成功を支えるようなカスタマーサクセス部門であったりとかお客様専任で技術支援を行うようなですねテクニカルアカウントマネジメント部門の人員をですね増員させていただいておりましてお客様にですねご安心して使っていただけるんじゃないかなといった状況でございます これらの特徴をもって CX、EX を向上をですね支えるエクスペリエンスオーケストレーションの基盤、それがですね Genesis Cloud の特徴でございます。ぜひですねこのあたりですねご紹介していきたいと思います。そしてですね今日ご紹介するところの中心にあります Genesis Cloud における AI 機能というところでございます。 まず最初にですね、えー、Genesis Cloud のお中身をご覧いただく、えー、ご紹介いただくビデオとなっております。ご覧いただければと思います。As consumers, AI is transforming our lives, redefining the way we shop, work, or interact with others, and in businesses too. disrupting how we do business across multiple industries but for customer experience and in the contact center we're just scratching the surface while there are barriers at genesis we've taken a different approach to make things easy easy for administrators for conversation designers for supervisors and for agents and we call it genesis ai with Genesis AI, we bring together conversational, predictive, and generative AI into Genesis Cloud to power the most impactful CX and EX capabilities. Those capabilities allow businesses to predict outcomes, automate conversations, and improve employee outcomes. Predict new outcomes for intelligent automation. For example, Predictive routing matches customers to agents most likely to achieve a successful outcome for your chosen KPI to create natural conversations. Combine conversational and generative AI for smart self-service. For example, all incoming interactions can be automated with our embedded bot framework. Then, when interactions are handed over to the agent, generative AI reduces time spent in after-call work through interaction summarization use ai to improve employee outcomes for example 100% of all interactions are captured and analyzed to automated evaluation scorecards by combining speech and text analytics with quality management all of our ai features are embedded and ready to use with genesis cloud now they're rooted in strict ai ethics principles to provide guardrails and are built natively in our proven secure genesis cloud platform ジェネ시스 AI is AI for CX made simple。はい、ありがとうございました。とジェネシスのですね AI こんな形でまとめておりますのでご紹介させていただきます。えー、動画にもあったようにですね、えー、大きくジェネ시스の AI はですね大きく3つ予測型、会話型、分析型というふうに分けることができるかと思います。 まず予測型なんですけれども、プレディクティブエンゲージメントであったり、プレディクティブルーティング、これは何かというとです、ね、お客様、サイトに訪れたお客様の行動を分析したりとかです、ね、最適なタイミングでボットを出してです、ね、コールセンターに誘導したりとか、そういったことができるような予測型、そしてです、ね、プレディクティブルーティングはです、ね、お客様がどのようなです、ね、ことをです、ね、求めているかというところを予測してです、ね、最適なエージェントにです、ね、マッチングさせていくような。 ような予測型の AI の機能そして会話型というところでいきますとチャットボットのところはもちろんそうなんですけれどもエージェント,ト、えー、とちょうどですね先月末にリリ,ースあのリリースで日本語化対応されましたエージェントアシストの部分ですねサマライズお客さんとのやり,やり取りをです、ね、サマライズしていく機能であったり音声のテキスト化の部分であったりとかですねこういった機能がございますそしてまたですねナレッジというところで まあお客様のですねコールセンター内のナレッジっていうのを強化していくような部分であったりとか、そしてまたですね最後に分析型というところでいきますと、カスタマージャーニーの分析であったりとか、あるいは音声テキストの解析をしていくっていうところに、この AI が使われているような状況でございます。一つ目にご紹介したいのが、会話型、チャット、顧客、音声ボットっていうところになります。 こちらはですね、ダイアログエンジンボットフローというところでございます。ゼネシスの純正ボットサービスでございまして、昨年の9月にですね、リリースされたような状況でございます。大きな4つの特徴としては、有人対応の切り替えが簡単ですよであったりとか、ボットの構築、メンテナンスが非常に簡単ですよ。そして、導入にかかるコストが安価であることであったりとか、レポートも充実しているというところは特徴なのかなと思います。 これによって、今まではサードパーティーのボット製品とですね Genesis クラウドを連携して、ボットサービスを提供していたお客様がですね純正サービスが出たことによって、こちらもですね日本語が対応したというところで,で、これによってボットからですね友人対応まで1円の流れをですね Genesis クラウドで完結できるようになっているといったような状況でございます。 ボットフローの作成については、従来の音声とかデジタルチャンネルとか同様に Genesis Cloud 内の設定によって可能になります。Genesis Cloud にボット機能が搭載されたことで,で、構築、メンテナンスが非常に容易になり、デフォルトのレポートもご利用いただけるようになっているというような状況でございます。はい でえーとオールインワンなので,で、この BotFlow のところで、一つの内製化で一元化されているのが、管理画面も非常に効率的というところで、BotFlow 作成のアーキテクトといったところをご紹介したいと思っております。これ、IntelligentIVR って書いておりますけれども、Genes クラウドのですねオムニ対応のコールフローデザイナーというのが、音声以外にも AIBot による顧客対応をですねまあデザインすることが可能といったところでございます。 まあこんなことでですねえボットのシナリオ作成とかコールフローを作成する画面と同じなのでまあビジュアル化されていてですね直感的に作成できるというのが非常に特徴になっているのかなといったところでございますボットの対応とか、の対応記録とかもですねツーバーロックオと同じ場所で検索確認できますしまあ検索統計レポートとかですねボットと友人対応ですね一元的に見て管理ができるといったところは特徴になっているのかなといったところでございます はい、でボットフロー分析というところで、ジャーニーアラナイザーというところもご紹介させていただければと思います。こちらはですね、ボットフロー内のパスを可視化してです、ね、成功であったりとか、エスカレーション、認識の失敗などです、ね、結果のプロパターンというのを直感的に理解することができるといったところになっています。 この利活用の状況のメンテナンスは非常にですね、このジャーニーフローでですね、視覚的に確認ができますので、簡単にできるのかなというところがですね、ポイントになっているかなというところでございます。はい、BOT のところでございまえっと3つ目に紹介したいのがですね、BOT フロー分析というところ、あれ、失礼しました。はいは、いこれがジャーニーアナライザーといったところになります。はい、え。ー b ッ t の、えっとですね、こちらはです、ね、フロー内外ですね、顧客の行動を測定してです、ね、フロー内およびです、ね、フロー間での顧客の行動を測定してです、ね、Genesis クラウド上で独自のジャーニー分析を行うことができるといったところになります。まあ、ジャーニーイベント、まあ、この画面にありますようにです、ね、ジャーニーイベントを選択して、えー、絞り込みのフィルターができたりとかです、ね、イベントの接続ができたりといったところですね、まあ、視覚的に見ることができるといったところでございます。 このようなジャーニーアナライザーでですね効率的に常に苦労を必要としないですねチェックができるというのが特徴になっておりますここでですね一つボットを使ったですね事例をご紹介したいといいうしたいと思いますこちらですね外資系損保様のお客様損保のお客様なんですけれどもチャットボットをですね導入1ヶ月でですね相当に想定されていたですね2倍以上の効果を実感されたというですねお声をいただいたお客様になります 9時5時で,ですね友人対応されていたお客様だったんですけれども、ここをですねお客様の対応を上げていきたいというところで,で、このボットフローを入れたところ、24365のサービスが提供できたというところと、ああインバウンドを中心とされているお客様なんですけれども、このチャットボットを対応することでですね、 チャットボットの問題解決率が7割以上ですね解決できているということで,ですねあの非常にこれは大きなところだということでお声をいただいているような状況でございます。これによってですね、ボットのことを入れたことによってですね顧客対応総数というところが増えた、倍増したというところで,ですねお客さん満足度も上がっているということでいただいている事例となっております。 他にもですねあの、グローバルの事例、2つほどあるんですが、時間の関係上、少しですね、あのこちら、後ほど資料のところでご覧いただけるかなと思いますので、さらっとご紹介させていただきますが、米国のコココラボトラーズ様の事例でございます。こちらもですね、お客様、なぜですね、電話をコールセンターにかけてくるのかという疑問からですね、ボイスボットの検討を始められたお客様でございます。 こちらによってですね14、14%のコール削減をができたりとかですね、9ヶ月、ですね、US ドルで1万ミリオンですね、約1.5億円というところを削減できたという事例になります。また、ですね、現場の修理率というのを12%を向上し AI インテントもですね80%適切なオペレーターに転送に成功できたというところはですね、非常に大きな事例となっております。 またですね、キーこちらですね、キー銀行様の事例になっております。ちょっと時間際の関係上です、ね、細かいところはご説明させていただあのし、省かせていただきますが、このような形でですね、事例も、多くの事例も抱えているような状況でございます。こちら、今後のロードマップになっておりますが、ボットフローチューニング、インテントマイナーといったところでございます。 のですねインテントモデルを自動的に作成しますといった内容になりますが、インテントモデルというのはですね入力いただいた質問の意図とか目的のカテゴリーを分類することになっているんですけれども、こういったことで,ですね非常にえ管理、構数のところが非常に楽になってくるというところのもですねロードマップに上がっているような状況でございいいます。非常に期待いただけるんじゃないかなかと思います。 またですね、ボットジェネレーター、こちらもロードマップにはなっているんですけれども、ボットのシナリオ生成、設定とかですね、こちらも生成 AI を活用してですね、作ってくれるような機能ですね。こちらも、はい、あの、 細かいところはですね説明を省かせていただきますが、作りたいボットをですね自動的に生成 AI で,ですね作っていくというところはですね非常にコールセンター、コンタクトセンターの中でのでコース削減に寄与するのではないかというところで期待の持てる,持ってるですね機能になっているかなというところでございます。 はいもう1つですね、ロードマップというところでありますと、ですねボットとの会話における後処理機能、これはサマライズといったところになりますが、こちらもですね、ボットのやり取りにおけるですね、要約していったりとか、これによってですね、後処理の工程が非常に楽,の楽になるというところもですね、ロードマップに当然載っておりますので、こちらもご期待いただけるんじゃないかなといったところでございます。 はい、でそしてですね、き、え、ょ、ー、ご紹介したいところはです、ね、先月末に出た会話型の AI のところで,です、ね、の一部のところがリリース、日本語化対応されておりますので、ご紹介したいと思います。コーパイロッ t の中にあるです、ね、エージェントアシストという機能がです、ね、先月末にリリースさせていただきました。こちらはです、ね、待望の音声のテキスト化、そしてです、ね、サマライズしていくというところが、Q、Q&A の差です、ね。 等であったりとかですね、その回答案に基づいて最後にですね要約していくっていうところになります。こちらはですね3点ですね、えー。まああの先月末からですね利用いただけるような状況になっております。この後ですねちょっとどういった機能なまああのこちら音声のテ適切とかも含めてですねお客様がどこまであの求められるかっていうところもありますが少しですねでもご覧いただいて実感いただければと思います。 ご覧ください。いお電話ありがとうございます。ジェネスショッピングお客様センター担当の山田が承ります。 あの先日、ウェブサイトで買った商品が今、届いたんですけれども、L サイズ買ったはずなんですけど、違うサイズが届いてまして、なんか間違えてると思うので、ちょっと調べてもらえますか。サイズ違いの商品が届いてるということですね。大変失礼いたしました。確認いたしますので、お客様のお名前と購入時のご購入番号を教えていただけますでしょうか。はい 名前は斉藤哲子です斉藤哲子様ですねお注文番号をお願いいたしますはいえ、ABCDEF5 です ABCDEF5 ですね少々お待ちくださいませはいお待たせしました 商品番号 CPR7 の T シャツですね確かに L サイズで受けたまわっておりますですよねでも届いたのは S サイズなんですこれ急ぎで着たいと思ってるのでなるべく早く交換していただきたいんですけれどもはいすぐに交換させていただきますはいぜひお願いします最短でいつ週荷に来れますか できれば今日とかがいいんですけれども、今日なら何時でも大丈夫です。あ、ちなみに交換って無料ですよね。そちらのミスですし。はい。もちろん無償で交換させていただきます。集荷は本日の18時から20時でいかがでしょうか。わかりました。それでお願いします。はい、承知しました。それではすぐに手配いたします。 はいよろしくお願いします今回のご配送につきまして割引の印として次回以降に使える割引券を同封させていただきますえ、本当ですかありがとうございますではよろしくお願いしますはいお電話ありがとうございました失礼いたします はい、こんな感じでですね、会話、この後ですね、AI による自動作成、サマライズしていくというところまでですね、できているような状況でございます。こちらをですね、先月末にリリースさせていただいたというような状況でございます。はい、というところですね。はい、こんな感じで会完了という形の流れになっております。 FAQ の候補の自動表示、ナレージサーフェイスというところであったりとかですね、まあ、このまとめ、サマライズというところはですね、今できているところになります。動画でもご覧いただけたと思うんですけれども、AI、日本語の音声テキスト化の部分のですね精度というところも含めて、合わせてですね表示させていただきました。100%じゃないところもご覧いただけたかと思います。当然ながらですね、100%ですねこちらをオペレーションをです、ね、お任せするというところには ですねまだ技術的にも至っていないところなんですが、まだですねそれを100%お願いするところを期待してますかというところかなと思います。エージェントをですねアシストしていく機能としては、かなりですね作業負担が減るというところにおいては、かなり役立っていただけるんじゃないかなと思います。このあたりもですね実際、皆様お使いいただいて、体感していただくのが一番、これが役に立つかどうかというところもですね見ていただくのが一番よろしくかろうかなというところでございます。 もう一度、さま、会話させていただきます、まとめさせていただきますが、今できているところですね、まずお客様とのやり取りをテキスト化して、それを自動要約していく機能というところと、QA をですね、社ャデしていくというところをですね、が今できているといったような状況でございます。このあたりですね、今後はですね、Genesis a AI がですね、お客様に対してですね、ネクスト・ベクスト・アクションっていうところもですね、今後ちょっと、これはあの今後のロードマップといった、ロードマップというか、リリースしていくところで、まだ時期未定といったところになるんですけれども、エージェントに対してですね、次の最善な行動を促していくという機能もですね、今後盛り込まれていくので、さらなるですねエージェントに対しての交通負担を削減していくというところに寄与するんではないかなというところでございます。 はい、えーはい、ちょっとです、ねえー、あまり時間がなくなってきたので、えー、少しです、ね、最後にちょっと駆け足でご紹介させていただきますが、最後にです、ね、分析型の AI といったところで、音声テキスト解析のところもご紹介させていただきたいと思います。音声テキスト解析というところでいきますとです、ね、Genesis Voice Transcription といったところで、この通録ファイルをもとにです、ね、テキスト化していき、それをですね、えー まあその通録していったところに対してですね、品質評価をしていくといったところの機能でございます。こういった機能も備えているためですね、このあたりはですね、エージェントを助けるための AI の一つとしてご検討いただけるんじゃないかなと思います。 音声テキスト化の品質においては、もともとは日本語の品質というところにジネスネイティブの品質というところは、まだまだ三角だったかなというところだったんですけども、だんだんど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 ん精度、この辺り上がってきておりますので、十分使っていただけるんじゃないかなといったところまで技術上がってきております。この辺りもクラウドならではになるんですけれども、どん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 向上して、囚人にアップデートしていっているように、どん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 品質強化されているので、期待していただけるんじゃないかなというところで。 ご紹介させていただきました、はい、他にはですね、えーとはい、エージェントの共感分析といったところで,ですね、さらっとちょっとご紹介、こちらあさせていただきますが、顧客とのやり取りにおけるです、ね、テキストの中身からです、ね、ネガティブなワードを使ってないかとかですね、そういったところをスコアリングしていくような機能でございます。こういった機能も備わっておりますので、エージェントを管理していく上でです、ね、えで、ー、非常に有用な機能じゃないかなというところでご紹介させていただきました。 はい、こちら、ロードマップになっておりますが生成 AI による自動スコアリングというところで,です、ね、品質管理の評価をです、ね、迅速化していくといったところの機能もです、ね、今後、作られるところで検討されているようなところでございます。 はい、AI 機能のとところをです、ね、ままめさせていたただきました今リリースしているところのところでいきますとです、ね、あ今後です、ね、リリースしていくところで期待いただけるのがドキュメントとかナレッジ記事の要約であったりとかです、ね、会話の履歴であったりとかです、ね、ボットエージェントのような、まあ、先ほどご紹介させていただいたです、ね、回答の作成であったりとかこの辺りなんかに期待いただけるんじゃないかなというところそしてです、ね、会話のリアルタイム翻訳であったりとかこの辺りもです、ね、今後期待で できるところになるのかなといったところでございますはい、ちょっと時間がなくなってしまったんですが私からの紹介は以上でございます本日はありがとうございましたはい河原様ありがとうございました続いて質疑応答へずらさせていただきますぜひお気軽に Q&A 欄へご質問をお寄せくださいそれではよろしくお願いいたします えー、ご質問ありがとうございます。1、えー、つ目の質問から参ります。えっ、ー、と、Genesis Cloud とボイスインサイトの実際の画面が見たいのですが、依頼をしたらデモを見せてもらえますか、えー、とご質問ありがとうございます。えっ、ー、と、こちら、えー、NTT コミュニケ n ションズ i o n s Genesis Cloud 担当、田村さん、いかがでしょうか はい、デモの方も、あの、対応させていただきますので、ぜひ、あの、お気軽にご相談いただければと思っております。あの、ジェネシス社のほと連携させていただきながら、あの、ぜひ、あの、させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、では、ことはボイスインサイト担当、えっと、NTT コミュニケーションズ、神田さん、デモの方はいかがでしょうか。 はい、こちらも同じくですねあの対応させていただきます。あの資料の最後にメールアドレスあの載せたと思うんですけど、そちらからご相談いただければはい対応させていただきますので連絡の方お待ちしております。よろしくお願いします。えご回答ありがとうございます。えっ、ー、とそれではちょっと終了時間がつづ近づいておりますので誠に恐縮ではございますが次の質問で最後の質問にさせていただきます。 えっと、ジェネシスクラウドを導入している企業は日本でも増えてきていると思うが、実際に導入してみて良かったポイントや機能などを聞かれていれば教えてほしい。こちら、ジェネシス社、えっ、ー、と、川原さんいかがでしょうか はい、ありがとうございます。やはりですね。あのこちら1点ご紹介させていただけるとすると、やっぱりオンプレミスからですね。クラウドに移行されるお客様は非常に多いのかなといったところでございます、えー、クラウド化していく中でですね。えっ、ー、とまあ,あの ai を使いたいとかですね。あのまあ、あの複雑多様化する。問い合わせの中でオムニチャネル。 オムニチャネル化対応していこうとすると、やはりクラウド化は避けられないといったところで,ですねご利用いただいているといったところになります。先ほどですねあの説明の中でもご紹介させていただいたりしましたけれども、ジェネスクラウドを導入して、やはり良かった点というところではで、設定を内製化できるとかであったりとか、そういった部分はですね非常に迅速にできるというところでご安心いただいておりますし、 あの終日でですね、どん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 機能が追加されるって言ったところも期待感をいただいていてですね、安心いただいているところなのかなといったところでございます。すみません、ちょっと時間の関係上簡単ではございますが、こんな形でございます。はい、ご回答ありがとうございます。はい、以上で質疑応答を終了とさせていただきます。それでは以上をもちまして本日のセミナープログラムは終了となります。本日はお忙しい中本セミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。 皆様からいただいたコメントやご質問を踏まえ、今後も良いソリューションをご提供できるよう努めてまいります。セミナーの内容が皆様の業務の役に立てますと幸いです。これにて本日のセミナーを終了いたします。ありがとうございました。